アレルヤー今日は復活祭です。イースターですね、えー。久しぶりに来られた方もおられます。また多くの人が来られたんですけれども、とても感謝いたします。皆さん、えー、一緒に挨拶してみましょう。えー、横にいる方々と英語でハッピー,イースターと挨拶してみましょう。ハッピー,イースター。 ありがとうございますこの復活祭イースターはキリスト教で一番重要な祭りでありますイエスキリストが十字架で死なれ私たちの罪を背負われてその代価を払われましたそして復活されることによってその十字架であがなわれたその代価がすべて受け取られたということを示す祭りであります 旧約の生贄を捧げるその捧げ物を見てみると捧げる人は獣を持ってくるわけですよね羊であったり牛であったり持ってきてそして本人がその獣を殺さなければいけません妻子がその獣を殺すのではなく持ってくる人自分自身が獣の,その命を取って殺して そして皮を剥いで捧げるわけですよね。祭主はその血を受けて祭壇に注ぐことになります。そして安守をさせます。その安守させる理由は自分の罪がその獣にその生贄ににですね移り変わるということを意味していますよね。そのようにさせるその理由は獣が死ぬことを自分で見て。 その獣は自分の罪のために死ぬんだなということを見せるわけですよね。悟らせるわけです。イエス・キリストが2000年前に十字架にかけられたと。ただそうやって考えるのではなく、いろいろとイエス・キリストに対するテレビや映画などもありますけれども、それを見るたびにですね、主が自分のため、私たちの罪のために死なれたということをしっかりと悟りなさいということを意味しています。 十字架にかかって死なれるとき、本当に息苦しくて死なれたでしょう。皆さん、息を止めて何分、皆さん我慢できますかコロナが始まったとき、去年ですね、マスクをして賛美秒してみたらどうでしたかとても苦しいわけですよね。主は十字架の上で6時間、本当に息苦しい中で、 えー、死なれたわけです私たちの罪のために、鞭を打たれ、いばらのかむりをかぶられ、血を流し、結局、私たちのためにイエス・キリストは死なれたわけですよね。私たち自身が殺したということをしっかりと覚えなければいけません。悟らなければいけません。そうしなければ意味がな,くないわけです。そうやって信じるときに、 私たち、このイースターを迎えるために、私たちに恵みとなり、祝福となります。この復活の日、今日、主と共に私たちは生き返って、新しい命の中で暮らしていく信徒とならなければいけません。私たちに義を与えてくださったわけです。私たちの罪を持っていかれて、私たちに義を与えてくださったわけですよね。義人としてくださいました。素晴らしい恵みです。 聖書を見てみるとそれだけではなく今日復活された主が私たちにいろいろなプレゼントをくださったと語っています今日私は主のくださったプレゼントの中で3つについて見てみたいと思いますまず大きな1つ目に復活された主は平安をくださいました平安をくださいましたね 今日の本文を見ると恐れていた弟子たちにイエス・キリストは現れましたユダヤ人たちはイエス様を殺してからイエス・キリストに従っていた弟子たちをまた殺そうと、えー、探していたそういう状況の中ですですですから弟子は扉を閉めて恐れながらその家の中から出ることもできずに隠れていたわけですよね そのところに復活されたイエス・キリストがその壁のを突き通って来られたわけです。そして弟子たちに語られた内容、御言葉一つ目があなた方に平安があるようにという御言葉でしたね。あなた方に平安があるように。弟子たちに一番必要だったのが平安でした。主は、 私たちに必要なものが何か全てを知っておられる方です。あなた方に平安があるようにと、安かれと、これは単純に挨拶ではありません。私たちも、えー、韓国語で安寧をはせようと言いますけれども、そういう挨拶ではなく、イエス様は創造主として御言葉の、その想像する力のある御言葉を持って語られたわけです。 世石1章を見ると光あれと言われた時に光がありましたよね。そのように主の御言葉は想像の力があります。平安があるようにと語られたならばその心の中に平安が与えられるわけです。世石1章二節を見るとこの地球はどうでしたか最初に。地というものは土地は形なく虚しく闇が表にあったと語っています。 しかし神様が光れあれと言われたときにすべての闇がなくなり光に満たされましたよね。同じように弟子たちにも光れあれと想像を与えてくださったわけです。この平安というものは何ですか平安。この平安という単語はえ韓国語では平行というんですけれども日本語では平安ですね。 心配事やまた問題のないこと平らなことを意味しています。平らなこと安らかなこと心配事もなく、問題もない、そういう暮らしを意味していますよね。ギリシャ語でを見ると、エイレネという単語です。ギリシャ語では、エイレネ。これは和合、和解、平和という意味があります。またヘブル語では、 シシャャロローームムですねシャロームこの、えー、語源はシャレムです。シャレムこれは完成する、満足する、また、えー、和解すると、平和だという意味があります。ですから、えー、ギリシャ語やまたヘブル語を見ても平安というものはすべてのことが完成して満足している状況を意味しています。 この2つの単語の中にあるのは関係を意味するものが多くあるんですけれどもお互いの関係の和解であったり平和平安がえー意味されているわけですよね神様が宇宙万物を作られましたよねその創造されたものを見て、えー 全てて良しととされた語っいますそして、良しとされたときに安息されたわけですよね。ね想像のすべての過程を終えて満足されたわけです。完成してから満足して安息されたわけです。よね私たちもいろんな一生懸命あるプロジェクトを完成したときにどれほど喜びに満たされますか感謝ですよね。そういう満足した状態で安息されたということを意味しているわけです。 しかし問題は何ですか宇宙万物をアダムにくださったにもかかわらず神様の御言葉に不従順して罪を犯しそして堕落してしまったわけです。堕落の結果神様の安息がなくなってしまったわけですよね。愛する息子、長子としてくださったアダムが蛇に欺かれ罪を犯したわけです。神様の安息はなくなったわけですよね。 そしてアダムの堕落の結果、関係の断絶に結びついたわけです。平安がなくなってしまったわけです。神様と人との関係が断絶されました。途切れました。また人と人の間の関係も途切れてしまいましたよね。アダムとエバもどうでしたかあの人のせいです、あの人のせいですと言いながら、蛇のせいですと言いながら、お互いに。えー その関係が悪くなってししままいましたですからアダムの,そのあエデンの園から出ていた後にカインがアベルを殺したわけですよねそして堕落してからは継続して国と国が争い民族の間で争いながら戦争が満たされていきましたそして人と万物との関係においても途切れてしまいました もともとアダムはこの世を治めるものと想像されたのにもかかわらず、その間の関係も壊れたわけですよね。思い通りになりますかなりませんよね。私たちの思い通りにならないわけです。関係が途切れているからです。ですから、イザヤ59章2節を見ると、罪が神様と私たちの間を隔てたと語っています。また、エレミア5二25節を見ても、罪が 神様から私たちに与えられる良いものをすべて閉ざしていると語っていますよね。堕落を回復するためには関係を回復しなければいけません。関係の中で平安が与えられなければいけないわけです。まず一つ目に、神様との関係の回復が必要です。ローマ五章一節を見ると、 このように私たちは信仰によって祈とされたのだから私たちの主イエス・キリストにより神に対して平和を得ていると語っていますねイエス・キリストが十字架にかけられ復活されることによって最初の回復が神様との回復です一番重要な回復が与えられたわけですすべての関係の根本源は神様との関係の回復ですそれをイエス・キリストが回復してくださったわけですよね ですから、この神様との関係を回復することによって、人と人との関係、また人と万物との関係を回復していかなければいけません。信玄16章7節を見ると、人の道が主を喜ばせるとき、主はその人の敵をもその人と、えー、和らがせられると語っています。神様との関係が回復すれば、その次の関係、その全ての他の関係は、 回復していくということを意味しているわけです。反対に考えてみてください。もし私たちが私たちの暮らしの中で関係の問題があるならば、人と人との関係、また社会での関係や万物との関係に問題があったならば、それは神様と私たちとの関係を点検しなければならないということを意味しています。神様との関係が良くなれば、 この世の中の関係は全て回復すると語られているわけですよね。それがシャロムです。平安なわけです。2番目に人間関係の回復が必要です。エペソ2章14節を見るとキリストは私たちの平和であって、2つのものを1つにし、敵意という隔ての中書きを取り除くと語っています。イエス・キリストが私たちの平和だと語っているわけですよね。 イエス・キリストの十字架がその平和なわけです。平安なわけですよね。そのため、私たちの家庭も平安することができますし、教会も平和になることができるわけです。コロサイ3章、15節を見ると、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいと。そのためにあなた方は、えー、召されて一体となったのであると語っていますよね。コロサイ3章、15節に、キリストの平安が、平和が、 私たちの心を支配するようにしなさいとそうすれば全てにおいて平和になる平安になるということを語っていますその平安のために私たちは一つとならなければいけませんこの共同体、教会キリストの体として私たちが召されていると語っていますよねしかし私たちは今イエスキリストを信じて信仰生活をしていますしかし未だに回復 でできていないな関係があるわけです私も同じなわけですけれどもではなぜ今までこの関係が回復していないんですかそれは私たちが努力しなければいけないことを意味しています力を尽くしてその関係を回復するために努力しなければいけないということそ,れそういう時に主が私たちの助けとなって私たちの全ての関係を回復してくださるわけですただ 待っていれば回復するわけではありません。ただ回復する道を開かれただけなわけです。ですから私たち自身が努力しなければいけないわけですよね。ですから第1ペテロ3章、10節から10節を見ると、命を愛し、幸いな日々を過ごそうと願う人は、3つのことをしなければいけないと語っています。命を愛して幸いな日々を過ごそうと願う人は、舌を制して悪を言わずと語っていますよね。口に気をつけなさいと言葉に。 舌を制しなさいまた2番目は唇を閉じて偽りを語らず悪を避けて善を行いなさいと善を行えとそして最後に平和を求めてこれを追いなさいと語っています追いなさい主が平和を下さ,さったからといって黙っているわけではなくその平和を求めて、えー、関係の回復に努めなければいけないということを意味しています 私たちに見せてくださったそのイエス・キリストの手本その手本に従って謙遜な姿愛の姿すべてを私たちは習って関係の回復に努めなければいけないわけです努力もせず全て神様がしてくださるだろうとそうやっていう信仰の暮らしをしてはいけないわけですまた三つ目に心の平和を回復しなければいけません 心の平和平和安ですねこの平安という単語、このヘブル語やギリシャ語のその単語を見るとですね、すべて関係回復の意味があると語りました。では、自分の心のその自分の平安もですね、自分との関係があるということです。私たちの心の中の平安のためには、自分自身との関係の回復をしなければいけないことを意味しています。なぜならば 私たちの中に各自、すべて心の戦争があるわけですよね。戦争を終えて平和を受け入れなければいけないわけです。皆さん、私たちは信仰生活をしていますよね。この信仰生活、何のためにしているんですか一言で言うと、信仰生活は神様の国を回復するためであります。 全てまずは私たちの心の中に神様の御国を立てて、その次には私たちの家庭の中に神の御国を立てなければいけません。そして教会の中に神様の御国を立てて、結局は私たちが生きている、この暮らしている社会、また国、このすべての世界が神様の御国となることができるようにしなければいけないわけです。 全世界神様の御国となるそういう日のために私たちは信仰生活をするわけです。しかしその始めはどこですか始めは自分の心なんですね。自分の心から始ま,りなき始まらなければいけません。ルカによる福音書17章21節に、身をここにある、あそこにあるなどと言えないと、神の国は実にあなた方の中にあるんだと語られましたよね。またローマ14章17節を見ても、神の国は飲食ではなく、食べたり飲んだりするんではなく、 義と平和と精霊における喜びであると語っています。ですから、私たちの心の中に平安が回復されなければ神様の御国は立て上げられないということを意味するんですね。しかし私たちの今心の中に、皆さん、心に平安がありますか喜びがありますか安らかな暮らしを今、 していますか心の中にありますか皆さん、一緒にピリピーンシ章ー、節からツ節を一緒に読みましょう。ピリピーヨンショ章ロ節からカ節ナセに読みましょう。ょうせーの。 何事も思い煩ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば、人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。語っていますね。私たちの心に平安がなくても、この御言葉を信じて、祈りとまた願いとによって、 神様の前に求めるときに神様から平安が与えられることを信じてください。マルコ九章を見ても、イエス・キリストが山から降り,れ降りられたときに、悪霊にかかった息子を連れてきた父親がいましたよね。イエス様に、私の子を癒すことはできますかと。弟子たちはでき,ないんで,できませんでしたと。イエス様はできますかと聞きましたよね。そのときに丸子、 え9章二十三節からを見ると何と語りましたかもしできればというのかと、信ずる者にはどんなこともできると語りましたよね。なぜ疑うのかと、その時父親はすぐ叫んで言いましたよね。面白いですね。私たちに必要な言葉です。二十四節を見ると、その子の父親はすぐ叫んでいたと、信じますと。言いながら、 不信仰な私をを助けくださいと。と、ね、皆さん、この父親は信じているんですか信じてないんですか信じているんですか信じてないんですかどっちですか信じますと言いながら不信仰な私を助けてください。と言うんですね両方なんです。両方。 正正直直ななわけでですすよね正直なんですえこれが正直なえ答えです。皆さん同じだと思います。信じていますと。信じることに努めますと言いながらも、しかし、信じることができない時もあるわけですよね。ですから正直に答えているわけです。信じますと言いながら、不信感の私を助けてくださいと。ですから、 平安が与えられないわけですこの間に立って平安が与えられないわけですしかしイエス様がその子供を癒された時イエス様が癒された時にその父親のこの信じるか信じれないかのその問題も回復されましたローマ書8章6節を見ると肉の思いは死であるが霊の思いは命と平安とであると語っていますよね 私たちはみんな肉の考え、霊の考えを2つと持っているわけです。えー、コンディションがいいときは霊の考え、しかし悪いときは肉の考えをして。ですから、ガラテや五章17節を見ると何て書いていますか、えー、肉の欲するところは見たまに反し、また見たまの欲するところには肉に反するからであると語っていますよね。お互いに愛さからうんだと語っています。戦争なんですね。 私たちの心の中に肉と霊が争うわけです。それをイエス・キリストがくださった平安によって収めなければいけないわけです。その心を私たちは行ったり来たりしていたその弟子たちの間にイエス・キリストが現れてあなた方に平安があるようにと語られたわけです。よね創造の御言葉です。アーメンとすれば言えば、信じればその御言葉が そのまま成就するわけです。私たちの中に平安が与えられるわけです。その弟子たちに驚くべき変化が与えられましたよね。恐れていた弟子たちがどうなりましたかその御言葉を聞いて聖霊を受けて、扉を開けて出て行って、イエス・キリストについて語りながら、みんなが殉教したわけです。どれほど素晴らしい信仰の持ち主だったでしょう その勇気というものは自分自身で人間が得ることのできない勇気です。神様がイエス・キリストが与えられたその平安があるからこそこのような働きをすることができたわけです。イエス・キリストを愛するその愛とまた信仰があったからこそなすことができた見業だったわけですよね。ですからこうやって外に出ていって御言葉を伝えることができたわけです。 詩篇百十八篇五節から六節を見ると、六節を見ると、主が私に味方されるので、私には恐れることはないと、人は私に何を成し得ようかと語られていますよね。これが弟子たちの信仰の告白であるでしょう。復活された主が生きておられる、この主が私たちの味方となられるならば、私たちには恐れはないわけです。 誰も私たちを止めることはでできないわけですよね大きな2番目です大きな2番目に聖書を開く鍵をくださいました聖書を開く鍵をくださいました今までは聖書は閉ざされていたわけです読んでも読んでも悟ることはできませんでしたしかし復活された主はその聖書を解釈する 鍵を下さったわけですよねルカによる福音書24章32節を見るとえ彼らは互いに行ったと道々をえお話しになったときまた聖書を解き明かしてくださったとき私たちの心の中が燃えたではないかと語っていますよね聖書の神様の御言葉を開かれたときに解き明かしてくださったときに私たちの心が燃え上がったわけです弟子たちは3年間 イエス・キリストと一緒に暮らしながら見言葉を受けていましたよね。しかし、心の中には満たしがなかったわけです。確信がなかったわけです。その理由について、ケンローボク先生はこう語られました。まず、その弟子たちは、えー、理性にだけ、頭だけでですね、信仰生活をしていたということです。頭だけで、知識だけで、 問題を解決しようとしていたわけです、計算して。ですから、心がですね、冷めているわけです。また、心が冷たいから、冷えているから、何もすることはできなかったわけです。熱心がないわけですよね。ですから、イエス・キリストが十字時間かけられたということを聞いてですね、失望して故郷に向かって出ていったわけです。 この時にその弟子たちに会われたわけですけれども、3年間一緒に暮らしていた先生であるのにもかかわらず、イエス・キリストがこの方だということを悟ることはできなかったわけです。復活された方は再臨される種の例えなわけですね。この弟子たちは最初、 イエス・スキリストを知ることはでできませんでしたよねしかし聖書を解き明かしてくださったときに目が開かれたわけです。ルカニオ福音書24章を見ると、キリストが苦難を受けて、そして十字架につけられ死んで復活するということは、旧約にすべて予言されていたと。そのの旧約の 予言された通りイエス・キリストが死なれ、また復活されたんだと、その通りに解き明かしてくださったわけですよね。その時にその御言葉を受けて、御言葉を解き明かしてくださった方がイエス・キリストだということを悟ったわけです。ルカ24章31節にありますよね。彼らの目が開けて、それがイエスであることが分かったと。すると、見姿が見えなくなったと、ルカによる福音書24章31節に記録されています。 見言葉を聞いて、ああ、この方がイエス様だと悟った瞬間なくなっ、おられなくなったわけですよね。見ることができなくなりました。そして、その次にどうしましたか心の中に、えー、平安が与えられ、また心に、えー、熱心さが出てきたわけですよね。心が熱くなったわけです。その結果、自分の暮らしに変化が与えられました。 ルカ24章節を見ると33節を見ると、そしてすぐに立って、すぐに立って、エルサレムに帰ってみると、11弟子とその仲間が集まっていたと語っていますよね。エルサレムでは弟子を殺そうとして、えー、警戒していた場所です。しかし、そこに集まって、えー、いたわけですよね。心が熱いから、恐れもなくなったわけです。 死を恐れずに力強くエルサレムに向かって歩いていたわけです。また大きな3つ目です。3つ目に魚を取る方法を教えてくださいました。魚を取る方法を与えられましたね。ヨハネ21章、1節から11節に記録されています。イエス様が十字架にかけられて、 からペテロはどうしましたかペテロは自分の使命を捨てて、えー、カリラヤコにテベリアの周辺にですね海辺に行って漁師、えー、として暮らしていたわけです。自分だけではなく他の弟子たちも連れて行ったわけですよね。よヨハネ21章に記録されていますよね。その時復活された イエス様がその弟子たちに来られたわけです。弟子たちはイエス・キリストを捨てたんですけれども、イエス・キリストは弟子たちを捨てられずに最後まで探して来てくださったわけですよね。そしてそこで何を語られましたか多くの人は主が復活されたとき、霊なる体として復活されました。ですから、肉に対する関心は必要ないと考える人が多いわけですけれども。 しかしそうではないわけです。イエス・キリストは霊肉魂だけではなく霊肉すべてに関心を持っておら,おられます。ですから自分の使命を捨てて出ていった弟子たちに来てですね、えー、魚が取れたのかと聞かれました。与党し、えー、網を下ろしましたけれども、 多く取れませんでしたというわけですよねその時何と言われましたか船の右の方に網を下ろしなさいとヨハネ21章6節に記録されていますよね船の右の方に網を下ろしてみなさいそうすれば何か取れるだろうと彼らは網を下ろすと魚が多く取れたのでそれを引き上げることができなかったと語っていますよねイエス様は今彼らの食べて暮らすそういう肉体的な 問題をも解決ししてくださいましたこれは何を意味していますかまず一つ目に私たちは生計にも忠実なものでなければいけません。夜通し網を下ろしたわけですよね。その失敗した時点が一番重要なわけです。なぜならば その時諦めれば全てを失うからです。魚も取ることもできず、何も取れなくてもですね、諦めることをせず努力しなければならないということです。忠実な暮らしを通して、信仰生活だけではなく、自分自身の 肉体的なそういう、えー、暮らしのためにも努力しなければいけないと。そういう時に、えー、イエス・キリストが来て助けてくださるわけです。みりを結ぶように導かれるわけです。また2番目に正しい稼ぎをしなければいけないと語られました。正しい稼ぎ。右側に網を下ろしなさいと語られましたよね。聖書で右,の右側というのは祝福の場所であります。 また、義の方向を意味しています。ですから、神様が見,見られるときに、義に満ちた暮らしをしなければいけないということを意味しています。信玄16章8節を見ると、正義によって得たわずかなものは、不義によって得た多くの宝に勝ると語っています。 こういう時に誠の満足、祝福が与えられるわけです。平安が与えられるわけですね。そして3つ目に、御言葉に従って生活をしなければいけません。御言葉に従って御言葉に頼りながら暮らしをしなければいけないということですね。ヨハネ21章7節を見ると、ヨハネは 何、えー、と言いましたか主だと語りましたよね。ヨハネは、えー、あれは主だと言ったその理由はルカによる福書5章を見ると同じような状況があったからです。同じような体験がありましたよね。夜通し網を下ろしたんですけれども魚を取ることはできませんでした。その時深いところに網を下ろしなさいと語りました。私は漁師ですから私がもっと知ってるでしょうと。 言いましたよ、ね、しかし、ルカリの福音書5章5節を見ると、御言葉に従って私が網を下ろしますと語りました。その時にどうなりましたか多くの魚を取、えー、ることができたわけですね。これは私たちの暮らしにおいて、信仰生活だけではなく、教会だけではなく、世の中に出ていっても、すべてにおいて御言葉に従って歩まなければいけないことを意味しています。そうすれば、実りを結び、 多くの祝福をを得るるるここととででき示しているわけです学生にとっては学校生活勉強するのも見言葉に従いながら一生懸命しなければいけません。お金を稼ぐ人も会社も同じです。家庭でも同じです。信仰生活においてもまた社会生活においても見言葉の中で見言葉に従って歩まなければいけません。そういう時に答えが与えられ祝福が与えられるわけです。 そうするときに、信玄10章22節の御言葉が、祝福として私たちに与えられるでしょう。皆さん、信玄10章22節を見ると、主の祝福は人を富ませる。主はこれに何の悲しみ、慈しみも、えー、悲しみも加えないと語っていますよね。悲しみをも加えないと。お金を多く稼いでも、また少なく稼いでも、努力したまま稼ぐわけですけれども、その稼ぎに、その祝福に、 悲しみのない平安の祝福が与えられると語っています。平安の祝福。お金を稼いでも平安が与えられれば感謝なわけですよね。多くても少なくても。平安が平安に満たされているそういう富を得る皆さんとなることを主のめなもと祝福いたします。で結論的に今日復活された主は、えー、不安な 暮ららししの中でも平安があるようににと弟子たたちに語られました私たちが今この世の中で暮らす中でも不安とまた恐ろしいそういう暮らしの中を私たち暮らしているわけですけれどもあなた方に平安があるようにと語られたことを信じてください。皆さんに与えられた最,最高の祝福が平安なわけです。平安。全てにおいて満足で。 また全てにおいて希望があふれること、平安です。無から有を創造された、その種の御言葉が私たちにも与えられることによって、私たちに、また各自個人や家庭、職場、この教会にも神様から与えられるその平安が満たされることを主のびなもって祝福いたします。祈ります。愛する地なる神様、感謝いたします。2021年、えー、この復活祭イースターを迎えて、 主の前に集い礼拝を捧げることができるよう導かれ感謝いたします。復活された主が与えられたプレゼントについて見てみました。2000年前の祝福だけではなく、今日この御言葉,に御言葉を信じて歩む信徒一人一人に同じ祝福が与えられるよう導いてください。平安が与えられますよう祝福してください。全ての 心配事問題悩みがなくなり全てにおいて祝福が満たされ満足,さ満足感が与えられますように全ての家庭において幸せが幸せな家庭となることはできるよう祝福してください。信仰生活においてもまた社会生活においてもまた学業においても知恵を与え知識を与えてくださり最善を尽くして信仰の中で歩む時に もっと多くの実りを結ぶことができるよう祝福してください。すべてにおいて望みを抱きながら神様の今へと歩むことができるよう導いてください。復活された主に出会い、新しい命を得て、生きておられる神様の御言葉を受けながら、共に神様と共に歩み、勝利して歩む信徒となることができるよう導いてください。 すべてを感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アー